アイドル時代の新島弥生新島弥生は日本の元アイドル歌手、女優、タレント。活動を当時は渡辺プロダクションアップトゥワンに所属していた。大阪府大阪市淀川区出身。母親は元ファッションモデルで、自身も3歳の時にチャイルドモデルの仕事をしていた。小学生の時に映画《里見八犬伝』を見て主演女優の薬島ルヒに感激し、 女優になることを決意する。小学5年生から中学生時代までは学校の演劇部でクラブ活動をしていた。1988年に東派とオールレーズンプリンセスコンテストに出場しグランプリを獲得。同コンテストに出場した豊田樹里たちと共にアイドルグループエッグ後のメンバーに選ばれるも企画そのもののお蔵入りによってグループは消滅。 翌1989年に公開の映画ビンバリハイスクールでソロでの芸能界デビューを果たす。1990年、堀越高等学校への入学と共に上京。この年に公開された映画、お預けで桜井幸子と共にイボ姉妹の役で初主演を務めた。1991年には、任天堂、ゼルダの伝説神々のトライホースの テレビ CM にゼルダビ名役で出演。1992年1月には、ポニーキャニオンからシングル、星は泣かないで歌手デビューし、各地の学園祭に参加した。高校を卒業後には、東京農業大学へ進学。KBS ラジオ、ハイパーナイト木曜のアシスタントを長く務めたほか、森田和義アワー笑っていいとも、などのテレビ番組にもゲスト出演。 1993年には映画ニューボーヤミュージカルゼロシティ2001に1995年には伊集院光監督主演作品ファマンブラザーズ百貫探偵に出演した後に大学を卒業1998年にはワニブックスからヌード写真集をリリースし特魔ジャパンコミュニケーションズから発売された主演オリジナルビデオ 報復攻撃美しき殺人者でもヌードを披露した。タレント時代にはミュージカル好きでジャッキー・チェンのファンであることを公言していた。学習研究者、ボム1993年4月号ではジャッキーとの対談を実現させている。またこの当時は心霊話も好きで中学生の時に霊感に目覚めた。状況後にはさらに怪奇現象に遭うことが増えたという。 すべてポニーキャニオンからリリース。ありがとうございます。